ホスト業界を牽引するあの名店に現役キャバクラ嬢が潜入。緊張しちゃう。緊張しちゃう。俺も同じ気持ちね。あ、全部まだずっと当初全部落ちてくる。あ、本当？だよ。もうこんなのいらねえよ。HostTV.com。今週から始まった衝撃の新企画、現役キャバ嬢ひかりさんがクラブエアーに潜入。視聴者の誰もが気になるであろうホストクラブへの初来店から担当の決定まで、その流れを完全再現。クラブエアーの皆様には本気の接客をしていただき、それを受けたひかりさんがどなたを気に入ったのか、自身の担当をガチで選んでいただきます。それでは早速、皆様もご一緒に日本一のお店をご案内していただきましょう。ホスト×キャバ嬢、ここが私のホストクラブ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、いいですよ。身分証の本格にお願いします。お店に入るとまず身分証を提示。初回のシステムが90分3000円と2時間5000円と2時間ビップルーム1枚の3つから選べるんですけども、そして料金システムをきっちりと説明してもらいます。おすすめなのはビップルーム。ひかりさんが選んだのはビップルーム。はい、お飲み物が焼酎のハーフボトルが1本、ビールが2本サービスになっているのと、あとスパークリングワインが1本サービスになっているので、それになりましたら従業員の方でお申してください。はい、写真締めで3名までコストの方をお支払いいただけるので、果たしてここからどんな出会いが待っているのか楽しみです。失礼します。それでは、キャスターのメニューになっているんですけども、3名までお選びできます。全国のホストクラブにあるお店の情報が全て詰まったこのカタログ、男本。あ、かっこいい。まずはこの中から好みのタイプを数名選び、選んだイケメンたちとお話しすることができるんですね。金まずそう。まあタイプ、自分の好みのタイプに合わせた。え、可愛い系の子たち。この方と。はいはい。とうとうキャストの登場。失礼します。いらっしゃいですか。はい。名刺失礼します。借りません。撮っています。写真指名してくれたみたいで。下サイズに。ありがとうございます。ご視聴いただいてもいいですか。はい。いただきます。最初にしましたよ。え、でもなんかどっかで会ったことある？あ、よくいる。歌舞伎にいる顔らしいです。予算型っぽい。予算型。え、全然。え、じゃなくて。え、どっかで思い出して。会ったことあるじゃん。飲んでもらっていいですか。あ、いただきますか。あ、いただきます。ありがとうございます。前世か。前世ぐらいで会ったじゃん。逆に飲みます。あ、一緒に飲みます。あ、いただきます。君の名前瀬戸です。え、でもめっちゃ気合いそうです。隣っていいですか。いいんですか。え、いいならいいですか。いいならいいんです。いいですか。失礼します。え、いいんですか。隣の方が緊張する。え、なんかいい匂いする。なんかつけてます。香水使ってます。何の香水使ってんの。あ、シャネルです。シャネル。はい。チャンス。おおすごい。マジで。じゃあ俺にとっても今日チャンスやん。チャンスやん。女の子チャンス以外使ってんの。あ、それ多分歌舞伎町のね、キャバ嬢の常識でね、世間の常識ではないと思う。あ、そうなんだ。そうそう、チャンス以外にもあるから。え、ダンスですか。ダンス、ダンス飲もうか。飲もうかね。ダンス好きなの。君が好きかな。飲むか。飲みな。あ、じゃあちょっとそろそろ僕行けないといけないんで、よかったら LINE 教えてもらってもいいですか。いいんですか。いや、いいんです。教えてください。待って待って。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、OK です。え、追加しました。追加しました。あ、本当に。はい、一番よかったら最後また呼んでください。ごちそうさまです。ありがとう。今日は楽しんで。わかった。あ、失礼しまーす。あ、リンガって言います。よろしくー。よろしくね。どう、写真とさ、実物どっちが買ってる。え、変わんない。マジ変わんない。最高じゃん。それで呼んでくれたんでしょ。完璧わっしょい。え、これお酒入ってるの。え、入って
ノンアルぐらいなの？7割ぐらい入ってるの。お酒大好きなんだね。え、最高だわ。なんかさ、酔っ払うとさ、めっちゃかっこよく見えんだよね、マジで。違う、変わんない。変わんない？本当？え、もしかしてさ、俺めっちゃタイプ？俺のことめっちゃタイプ？どうどうどう？めっちゃタイプじゃなきゃ酔わない。うわ、最高だわ。完璧だわ。わっしょい。テンション上がる。マジありがとう。いいよ、飲もう飲もう飲もう。ちなみにさ、顔と中身どっち選ぶの？半身中身。あ、中身なんだ。なるほどね、俺さ、両方とも自信あるんだよね。乾杯乾杯。いただきます。いける？お酒好きだよね。めっちゃ好き。オッケー、私飲みます。ほんと、一緒に飲もう。イエーイ。セイゴーセイラグゴーセイゴー。さすがの全然職業イケメン。完璧だね。最高じゃん。でも本当、イケメン多いですね。ええ、めっちゃイケメン。イケメンしかいないよ。やっぱね、エアオンって最高やからさ、うん、なんかさ、俺思うの、思うの、今さ、何してる時が一番幸せ？なんだろう、ご飯食べて。待って待って、せいせいせい、今でしょ。完全に今でしょ。え、俺それ待ってたんだけど。絶対今でしょ。今だったね。だよね。あ、最高、完璧。え、ねね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 、手こうやって。完璧じゃん。やばいね、最高だね。早速だけどさ、もしよかったらさ、未来につなげるメモリー交換しようぜ。じゃあ、俺 QR コードでじゃあ出すから受信して。あ、頑張って頑張って。すごい。いいんですか、代表さんに。え、全然いい、全然いいよ。緊張しちゃう。緊張しちゃう。俺も俺も同じ気持ちね。あ、ほんと？だよ、こんなのいらねえわ。ほら、取っちまうぜ。最高だね。めっちゃ面白い。ありがとう。もういいね。マジで？それ嬉しいわ。有名な方じゃないですか。あ、そう、俺ね、超有名。でもね、あの、ほんと、ね、恥ずかしい。ねえ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 、一緒に恥ずかしいことしようか。ありがとうね。じゃあ、この後も楽しんでいって。一番良かった録音にして。待ってるぜ、ベイベイ。ありがとう。またね。じゃあ楽しんでください。バイバーイ。次週、王子様系ホストに脱力系クールホスト登場。光さんのハートを射止めるのはどのホストだ。お楽しみに。いらっしゃいませ。ようこそ日本一の店。まずは日本一綺麗で広い店内をご覧ください。ここがメインフロアで特大のモニターがあります。シャンパンコール中はみんなの動画を流したりして、みんながテンション上がる最高の店内になってます。そしてこちらは VIP ルーム。とても高級感があって落ち着いた雰囲気の場所です。そしてここがエグゼクティブ VIP。 ここで様々なドラマが生まれています。そして寮がなんとエアホンって3つあるんですけど、今ならなんと1人1部屋使えちゃいます。ホスト業界でエアホン店を知らない人はいません。エアホン店でナンバーワンを取ることが有名ホストになる一番の近道だと僕は思います。ということで、エアホン店みんなでせーの待ってまーす。